ピーチコワーキングスペースって知ってる？コワーキングスペース、コワーキング、怖い、王様の場所みたいな、うん、ああそう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 、うん、ああ、ね、このドア開けたら王様がいる部屋や、怖い怖い怖い、どんな王様なんやろ、ガチャ、よくぞここまでたどり着いたな、ドラクエみたいな、だがお前の命もここまでだ、ああコワーキングちゃうわちゃうわ、結構今引っ張ったね、長め長めの尺で乗りツッコミして恥ずかしい恥ずかしいわ今の、なんやなんや、違うね、怖いは怖いじゃないの、怖じゃないの、こって小さいか、違うわ、小さいスペースなんやね、ちっちゃいスペース、違う、ちっちゃいスペースって言えよそれは、もうコワーキングスペースっていうのは、うんうん、まあ、誰でも使えるオフィスみたいなところやねんけども、まあ、机とかね、うん、電源とかがあって、まあ、うん、Wi-Fi も飛んでるわけや、うんうんうん、そんなんでも家でもええやん、いやまあそうやねんね、うん、確かに、うん、Wi-Fi にWi-Fi が家で飛んでればいいのよ、うんうんうん、そう、でもさ例えば何か課題をね仕事でやっても、うん、家でやろうと思うとこうダラダラしてまう、で結局カフェ行ったりする人もいるけど、はいはいはい、コワーキングスペースはねこうドロップインっていうんですけど、うん、1日のうちの何時間だけ利用するってこともできる、はいはい、時間狩りで、はいはい、でまあそれが結構ねええ感じやねん、この間初めて行ってんけど、あ行ったん、そう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 、で結局ね、うん、9時間ぐらいいたんやけど、うんうん、まあそれで1200円とかやから、まあ、結構ねそのでもお金をさ使ってると思うと、うん、結構おのずとね作業も進むもんやで、へえ、うん、そうなんや、え、ね、寝たりしてもいいんそこで、別に寝てもいいけどわざわざ寝には行かへんや、うん、えでも安いやんそれやとホテル行く、でも明るいからめっちゃ明るいから、あそう、うん、で結局その、うん、コワーキングスペースってとこで、うんうん、え何してたんやろ、えゲームボーイ、ゲームボーイって何の意味があんねん、 Wi-Fi 関係ないし、ほんでゲームボーイとかやったらもう都市バレるから、いやいやい や, いやせめて DS とか言うのかな、あそう恥ずかしい、いやいややっぱあのなんかモノクロがいいねまずすっごいたくさんの大量の電池を使うやつね、うんうん、思うやつ、そうそうそう、そんな話どうでも違う、じゃ友達がね、うんうん、映像制作会社っていうのを起業して、はいはい、まあ、それのアイデアを出すのを、うん、手伝ってほしいって言われて、はいはいはい、結局、まあ、さっき言ったけど、うん、まあ、昼の1時前ぐらいから、うん、夜の10時までやってたからそこが、うん、夜の10時ぐらいまで9時間ぐらいおったよね、うん、長っ、まあね、そんなん店の人に迷惑なんちゃうん、いやじゃあそういう場所やから、ね、あそうなん、マクドやないねんから、あそうなん、コーヒー一杯で9時間マクドにいたら怒られるけど、そこにはコーヒーとか置いてない、あるよコーヒーも、ただそのとこはフリードリンクじゃなかったけ ど、まあ、9時間の間で2杯までは飲んでいい、持ち込みはしても全然いい、あいいんや、そうそう、めっちゃ良かったさ、そんなもんパーティーとか祭りとかいい、パーティーはさすがにあかんと、祭りだ祭りだ、やってたら多分普通に怒られると思うけどう、ね、うう仕事しようねっていうところ、なるほどね、で、うん、そこで思ったのがね、うん、やっぱりなんか集中したいことがあるっていう時は、うん、こう周りの環境を変えていくのが一番やなと、はいはい、で僕ね正直ね、うん、教会の礼拝に行くのがめんどくさいなと思う時があんのよ、はいはいはい、でもそれもこのジーザスとの関係にフォーカスするためには必要なんやと感じましたね、なるほど、なんか最後無理やりゴスペルの要素を掘り込んできた感じもするけどね、